再開して一発はこれか。ああ、何遍もや、何遍もやってんだろうな、そんだろ、お前球場までやってんだろ、バカ野郎お前。ああ、レフリーのブランドついてお前それがうまいってふざけんじゃねえバカ野郎。ただそれはよ、はっきり分かるさがな、あいつらにはよ。ああ俺たち言っとくけどよ、合同戦うことあってもお前味方じゃねえから、ああそのことはっきりさせてやる。ああ、マキベイさん、マキベイさん、プリーステイ。もうラストタイム、ああサクジョーホー together、 me you Honda さん、I see, after match, your comment, even though I lose, I made a point, I showed that I'm no joke, I showed that I'm no joke, and all this week, constantly that's been in my head, I couldn't win, and I wanted to win today, that's all I was thinking about. Yeah, always, yes, but lost match, he's real. No good. More next, practice. You, he, me, all change. Hey. Chaos, fuck you. Hey, you want change? Yeah. Nagoya. Ah, okay. You me. Too? Me, Suji, Ishii-san, Yana, you. Honma, Taguchi, Kojima. You want change? Yeah. I'll show you change. You too? I'll show you change. Okay. I'll show you change. Okay. I want your best. Okay. I want your best. Okay. I don't want none of this fun, none of these games. I want 2010 Makabe-san. Yeah. I want that bad motherfucker who'd spit at anyone, throw his middle finger up, not give a shit what anyone says. That's who I want. That's what I want to prove myself against. So please, please, I am asking you, I'm telling you, bring him on Saturday. That's who I want. Okay. That's who I want to prove myself against. Okay. Please. Okay. 聞いたろ？おい。俺が一番すげえ怖い時のこと知ってんだ、あいつ。あ？なんでかわかるかよ。イギリスのリングであの野郎見てんだと、俺のことはよ。あ？その後にチェンジしたろ。ああ、新日本プロレスが全部チェンジしたろ。ああ、そのこと見せてくれたよ。ああ、おい、見せたらどうなるか分かってんだろうな、やったら。ギブはチェンジチェンジって分かってんだよ。チェンジだ、チェンジしなきゃなんねえな。俺だって一番分かってんだよ。まず俺が変わんなかったら何にも始まんねえ。石井、とにかく俺は石井しか見えない。石井にとっちゃ俺なんか全くもって感じくねえかもしんねえ。でも俺は石井、お前追っかける、ずっとずっと追っかける。そして勝つのは俺だ。大物の強み見せてやるよ。チェンジしてみせる。みんなチェンジチェンジということですので、あ、私は、これまでと変わらないで、変わらずにやっていきたいと思います。はい、成長も変化もなく、これまで通り、変わらず、やっていきたいと思いますけれども、まあ、こういう、ね、状況ですので、まあ、これまでのものでいいのか、ね、新しいものにしなくちゃいけないのかと迷ったんですけど、今はっきり分かりましたので、変わらずに、やっていきたいと思います。このまま10年間、変わらず頑張っていきたいと思います。はい、あ、田口は変わらないな、というね、ものを見せていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、前回の後楽園ニュージャパンカップ怪我しちゃって大阪行けなかったから、今日初めてお客さん入っての試合、やっぱ良かった。はい、よう
怪我がすごい、俺と違って大きい怪我しちゃったけど、うん、でも、まあ、俺も前、ね、神戸で怪我してちょっと欠場したけど、でもその休んでる時っていうのはね、またそれはそれで、まあ、良くないことだけど絶対何か感じるものあると思うから、うん、また俺はねリング上で陽のね心地いい風を浴びたいなって今日リング上で思ったね。ね、よっしゃ次よ行くから。しばらく。いつもね控え室に陽さんがいて、ロッキーさんもいて、この緊張しいの俺をいつも和ましてくれてたんだけど、今はそういうわけにはいかない。それもまた一つ自分自身成長しないといけないところだから、この機会、それもメンタル、大事な大事な俺の弱いメンタルをね、陽さんのいない間に鍛えて、陽さん帰ってきたらもっと強くなった俺と組んだり、そして戦ったりしたい。だから俺も強くなるし、だからこそ陽さんも回復、そして超回復、がっちり強くなって帰ってきてほしい。久しぶりの後楽園でお客さんの顔見れてね、やっぱり力になるよ。目が合うと頑張れる。そして次の戦国、ジュニアのチャンピオン高橋ロムがヘビー、そしてインターポンチに挑戦か。キャリアもそんなに離れてない。そして同い年、俺もそんな心からおめでとうって祝福できるほど人間できちゃいねえんで、悔しさつかねえよ。俺もその位置に必ず行ってやるよ。